皆さん、こんにちは。ポケットモンスター、スカーレットの52回目の放送となります。初めての方は、はじめまして。引き続き視聴いただいている方は、本当にありがとうございます。初見でマイペースな動画ですが、一生懸命コツコツプレイしていきます。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第52夜、開幕です。本編が始まる前に、前回のあらすじ、およびポケモンのトークをお楽しみください。カイ君、ポケモンの世界に行って、皆と触れ合ってこーい。オーガポンとバイバイしようとしたが、オーガポンは主人公と共に行きたいと決意を見せる。お面の真の力にびっくりする主人公だが、それを乗り越え、ついにオーガポンをゲットすることができたのであった。またポケモンの世界に来ちゃったなぁ。今回は一体どんな展開になるか、心配だなぁ。うほ、かいじゃねえか。最近コンスタントに動画を上げてるじゃねえか。なかなかやるなぁ。やぁ、コダックくん。今日もよろしくお願いします。定期的に投稿したいと思って、毎日動画制作してるよ。まあ、こまめに休憩はしてるよ。ポニー?ポニオ、ポニオ。動画制作って何?でも、偉い偉い、って言っているわ。よかったじゃない。オーガポンちゃんに言われると、なんか嬉しいな。よし、頑張るぞ。ストーリーの方だけど、ゼイユが会いたがっているみたいだね。なんだろ?お別れの言葉かな?わからんな。とりあえず、バトルになってもいいように、準備はしておくことにするよ。そうね、念には念を入れておきましょう。じゃあ、本編開始しましょうか。ポニー。お疲れ様です。ポケットモンスターの実況の方やっていこうかなと思います。前回は、オーガポン仲間にすることができました。で、スグイを倒して、で、朝になってゼイユが会いたいっていうことなんで、そこに、まあ、トモコプラザですね。そこに向かおうかなと思います。じゃあ、早速行っていこうか。トモコプラザ、ここからだとすぐ近いから、行っちゃおう。トモッコプラザまでワープ。こんにちは、ゼイユ。なんでここにいるんだ。じゃあ行こうか。ああ、いいよ。ゼイユとの3回目の勝負か。カイ君、油断しないで。ドライナか。あんたから早起きしたんじゃないか。もう仕方がねえな。いやー、攻撃力下げられたな。爆裂パンチなんかここで使ってもどうしようもないから、じゃあハイドロポンプだ。ドワー、効果抜群なんだ。うわ、最悪。うわ、次は外すなよ。 OK、 いいよ。いい感じです。さあ、どんどん攻めましょう。モルペコか、入れ替えようか。
わかんない。モズペコって思い出せないんだけど、なんだったっけ。散々お世話になったポケモンだよ。行け。あー電気だ。危ないな。草で行こうか。タップ行け。草タイプが有利だし交代だ。モズペコってすごいお世話になったポケモンじゃん。忘れてたな。さああれは多分電気だ。オッケー。お腹すいたら怒んのかな。これはあれ意外と効くな。リンゴさんだ。おお強いね。いいね。タルプル育てた甲斐があったね。ハーコモリ分からんね。まあそのまま戦ってみようか。草か。これなんだ。リンゴさんで様子見ようか。鈴木の舞か。まずいな。もう一回。強い。何タイプだあれや。何やってんですか。キュウコン。ダイモンジだ。よし、効果抜群だったね。よかった。痛いとこ使えたな。まあ仕方がねえな。友達は多くはない。カイ君であった。はい、ヤマスちゃんはね、このままよく覚えてる。こいつはこいつのせいですごい苦戦したの覚えてるから大丈夫。弱点は炎だ。何？水か？ナイス。ヤバソチャ楽勝だったね。キュウコン入れ替えようか。まずいな。ニューボン使えちゃってな。ハイドロポンプだ。鬼火は仕方がない。外した。ミスするとは致命的ですね。嘘。ちょっとハイドロポンプしっかりしてよ。陣痛時期。あ、残った、生き残った。オッケー、いいよいいよ。オッケー、勢いで行っちゃうで。いいよいいよ。急所はどこよ。面白いな。最後なんだ。うっほほーい、勝ったぞーい。
何何どうしたの。ブダイヤだよ。はい。仕方がないな。いや、楽しい林間学校だったな。行ってしまったな。はいはいはい、やったね。北上餅セットだって、やったー。はいはいはい、どうして？目が怖い。良い終わり方だな。なんか嫌な終わり方だな。何この終わり方、怖いな。なんか含みのある終わり方だったね。回に負けたのが相当答えたみたいだな。こや大変な後編になりそうだ。ポニー、ポニオ、オーガポンちゃん、なんか怖いって言ってるわ。すぐりには悪いけど、カイと一緒の方が良かったと思うわ。すぐり、一体どうなるのか、不安だな。とりあえず、これで前編が終わることができたね。カイくん、プレイしての感想はあるかい？なかなか面白かったな、ブライア先生、ゼイユ、すぐり、オーガポン。どのキャラも良かったと思う。
んらしい、良い感想かと思います。さあ、次回からダウンロードコンテンツ後編が始まりますね。後編のストーリーは全然わからないけど、新しいポケモンを試していこうね。うん、全く新しい舞台になると思うから、新鮮な気持ちで頑張っていこうと思うよ。それじゃあ、今回はここまで。閉幕します。ポニー。